おはようございます。西田渉です。8月17日火曜日ですね。今日は、午前中が雨かな。午後からはやみそうで、いよいよね、明日ぐらいからちょっと風は強いみたいなんですけども、週末晴れる、週末ぐらいまで晴れそうだっていうね、そういった雰囲気になりそうっていうことで、やっと、雨なしでも撮影に行けるんじゃないかなっていうことで、ちょっと僕も楽しみですね。僕は写真集ゲイズですよね。今はもうとにかく写真集ゲイズ、ここ一色って感じなんですけれども、あとはね、ちょっと私事であると会社のもろもろね、手続きとか、いろんなやり取りっていうところがあったりして、そこはあるんですけども、写真活動に関してはこちらゲイズがいよいよまだね、これつかみ本。まだ白なのでいよいよ上がってくるんじゃないかっていうところで、先行発売でね、西田塾とインスタライブでご覧のいただいた皆様には先行発売ですでに発売しておりまして、本番の発売をね届いて、そこからライブ配信なりとかで、ちょっと盛り上げたいなっていうふうに思ったりしているので、ぜひね、多くの方にねご購入いただけたら嬉しいかなと思っております。こういったいろんなカメラで撮った作品をね、どのカメラでどう映るよとか、コンデジで撮った作品とかもあったりしますから、そちらをねご覧いただいて、実際に手に取ってご覧いただいてね、こういうカメラとこういうふうに映るんだなとかっていうところを、僕の YouTube を見ることによって手元にある写真集を見て、より立体感があるね、こう比べるというかね、実際に画面で見ただけじゃわからないこう印刷の魅力的なところも味わっていただけたら嬉しいかなと思っております。で、今日なんですけれども、それこそ僕が、カメラを使い分ける、使い方、こうやって使い分けてますっていうところをね、皆様に解説しようかなと思ってます。もう明確にね、抽象的ではなく言語化してお話ししていこうかなと思っておりますので、今日は3種類ぐらい、キヤノンでしょ、そしてライカで、あとはコンデジ、コンデジは今ね僕結構ソニー使ってるんですが、キヤノンを使うこともあったりとかって、コンデジっていう括りにしてます。あとは GR とかね、そういったところを使ってるので、なんでキヤノン、ライカ、コンデジっていうところの3つのお話。まずはね、僕がキヤノンを使う時っていうところですね。キヤノンを使う時っていうのは、今日はマインドセットの話します。大きく分けてプライベートと仕事ってあったりして、仕事の時になると必然的に一番メインはキヤノンにはなるんですけれども、そうではなく、自分の気持ちですね。気持ちが今日は明るい気持ちだなとか、元気よく行こうとか、今日なんかパーンと抜きのある写真を撮ってみようとかっていう時は絶対ねキヤノンって感じなんですよね。細かなことを言うと、特に R システムになってからはハイライトの粘りと暗部の粘りが、非常にねラティチュードが広くなったので、そういった意味ではね、より多くのハイキーな表現も得意だし、ローキーな表現も得意ということで、汎用性が非常に高いカメラになりましたよね。なのでハイキー表現をするっていう時にはハイライトの粘りが必要になってくるので、必然的に今回のキヤノンは比較的な R システム、ハイライトのかなり粘るなっていう印象なので、僕の場合は明るく元気にとかっていう時、人肌をパーンと明るく夏とかっていう時には必然的にキヤノンになってくるかなと思っております。じゃあ次なんですけども、じゃあライカを持ち出す時の気分っていうのは、どっちかというと自分自身がこう今日はストイックにといいますかね、物事をきっちりと見つめていくぞっていう時には、ゆっくり構えて、マニュアルですからね、ゆっくり構えて、今自分は何を取ろうとしているのかっていうことを、マニュアルを合わすことによって、よし今自分はあれを取っている、だからシャッターを切るっていう風な、そういったね気持ちの時、ゆっくりじっくりしっかりとね、物に向き合うっていう時のマインドを綺麗にね表現してくれるのが、僕はライカかなと。特に M 型ライカですね。オートフォーカスではなくね、そういった時にはねライカを今日は持ち出そうかなと。今日はゆっくりじっくりこう被写体をじーっと見つめてみようかなっていう時にはライカで、さらには先ほど言ったとこと真逆なんですけれども、キヤノンとね、比較的ライカはハイライトの飛びがねパーンと速いんですよね。白が白っていう風にポンと白飛びしてしまう傾向があります。特に僕はこの M10、ライカ M10 で4年前の機種なので、もしかしたら今のね最新の M10R とかになれば、もうちょっとねこのラティチュードの部分、グラデーションの部分がより広くなっている可能性はあるんですけれども、とはいえね、やっぱりこのちょっとアンダー目で撮っておいて暗く映りがちなんですよね。暗く映りがちっていうのは、要はハイライトを飛ばさないために、もともとのこのライカの M10 の露出がちょっとね暗めに出る傾向にある。そしてライカのズミクロンとかアポズミクロンとかつけてるんですけれども、そこのレンズとボディの相性が比較的こういった暗い部分の黒のグラデーションをねパキッとじゃなくしとーっとねなだらかに黒からグレーまでのねそこの暗部の部分をなだらかに出す傾向があるんですよね。それぐらい粘るっていうね、粘り気があるっていうか、なので、雰囲気で言うと言葉で表現すると湿度が高いようなね写真が結構生まれやすいんですよね。そういった意味もあって湿度が高いってことは何かしら見た時にこうおっていうねこう引き込まれるようなとか重厚感のあるとか、そういった表現が比較的ライカは得意かなと思います。なので背景に持っていこうとすると白飛びしてしまってデータがなくなってしまうのでね、比較的こう明るく元気でハーパーンっていうような明るい抜け感のある表現はライカは苦手かなっていうところもあって、そういった意味でもねキヤノンとライカをこうやって取り比べていくと非常にね使い分けっていうところでは今言ったマインドセットですよね。明るく元気な気分だ、よし今日夏の空抜け感を取るぞパーンっていうね、キヤノンがいいなっていう。でも今日はじっくりと被写体と向き合って重厚感のある表現だったりとか、何かねドキュメンタリーの要素があるような写真とかね、そういったものを表現したい時はライカっていうところでぴったりかなというふうに思っておりますね。これが僕のキヤノンとライカの使い分け方っていうところの、一番の大きな理由になってるかなというふうに思ってますね。ではね最後にこちらコンパクトデジカメですよね。コンデジは何かっていうと、もうとにかくスピード感ですね。僕の場合はね思った瞬間瞬発力を高めていきたい、あって思った瞬間にパンって撮るっていうね、この気づきの部分を、キヤノンだったら約1秒ぐらいかかるか 0.8 秒かかる、ライカだったらさっき言ったようにじっくりと向き合うのでやはり5秒ぐらい向き合う被写体とね。そしてこのコンデジになると、コンデジねソニーだろうがキヤノンだろうが、リコー GR だろうがっていうコンデジになると 0.5 秒ぐらいって感じです。アッパンって感じですね。なのでもう普段からこういう風に出しておいて、まあ仮にスリープになってたとしても、背景がねスリープになったとしても半押しすればポンって押せばすぐに立ち上がるので、あって思ってこれで今撮れたっていうね、もう 0.5 秒ぐらいですよねイメージ的に。あって思って撮れたっていうところがこれですね。この瞬発力が欲しい時は僕はねコンデジでいきます。さらに言うと、コンデジの場合はねこれだけ小さいので多くの方にねやっぱりこう覗いてこうやって撮っていると明らかに撮影行為をしているっていう感じなんですけれども、日常の何気ない風景っていう風な切り取りになっていくと、やっぱりこういったところでね今これで撮れたっていうね、こういったところが非常に重要になるので、コンデジだったとしてもよりレスポンスのいいね、特にこの RX100M7 は中の AF が、α9 譲りかな、929譲りの AF が入っているということなので、確かにね AF の、即興っていう意味ではやっぱ1インチっていうこともあってね小さいので沈没センサーがより速くて正確なんですよね。この辺がちょっと気に入っている要素ですね。もちろんねキヤノンのSX740 とかもすごく良くて、望遠もね960まで効いたりするのでね、ですがまあ望遠のねこう伸びていくっていう意味ではちょっともちろん遅いんですけども、ただあって思った時を切り取るっていう意味ではすぐ切れるっていうね、これ非常に重要ですね。これは GR にも言えることで、 GR もかなり速いのでね、 GR はもう 28mm単焦点換算みたいな感じなので、もう本当に単焦点ですよね。あっと思ったら取るだけっていうね、とにかく、記録しておくというか、そこをバッと、ね、閉じ込めてしまうっていう、そういったところが得意なので、コンデジはとにかく速射性速報性といいますか、あって思った瞬発性を高めたい、今日は歩きながらさっ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 てどんどんこうリズム感ですね、リズムのテンポが速いような撮影をしていきたいなって思う時はコンデジですが、最後に1点ね、実はライカでもできまして、ライカっていうのはマニュアルレンズですよね。なのでつけますと、でメモリーの部分をピントのメモリーの部分を無限大から10メーターの間ぐらいにちょっと差し込んでおいて、絞りは F14 とかね11ぐらいにセッティングしますと、であとはシャッタースピードはもうオートというか速い設定、200分の1が500分の1に設定しておいて ISO はオート、そうすることによってパンフォーカスが生まれますから、そのまんまねさっき言ったあって思った瞬間に押せば映るわけですよね。そういうやり方も時々ねライカでやるのも面白いかなと思います。こうやってじっくり覗いて合わせるのではなく、もうある程度ピントは置きピンで合わせておいて、あって思った瞬間に押し込む、これだけっていうね、これもねある意味、ライカっていうかねマニュアル機全般ですね。なので例えばですがニコンだったら FM2 とか、オリンパスだったらオリンパスペンとかですかね、そういったとにかくマニュアル機、オートフォーカスが入っていないカメラのメリットっていうのは、ピントが合う合わないにかかわらずシャッターを押せば絶対にシャッターが切れるっていうね、自分が全部瞬間を今って思った瞬間を切り取れるのがマニュアル機の魅力でもありますから、じっくり向き合うっていうのはあくまでもピントとか露出も含めたり今何を撮っているっていうところをきっちりと作り込んでるから時間がかかるだけであって、もう本当に置きピンにしてあとはポンって押すだけにするっていうことも、実を言うと超全自動カメラにする、全自動というか押すだけカメラにすることもライカなどは可能ということで、この辺も面白い理由ですね。なのでいろんな使い方がありますので、ぜひ皆さんもねご自身がお持ちのカメラで自分はこういう気持ちの時にこのカメラ、こういう時はこのカメラっていう風に一度ご自身が持っているカメラをこう自分の中で紐付けてみて、くださいっていうところですかね。それが結構そうすることによって、今日のこの気分はこうだからコンデジだなとか、今日は元気な気分で明るくハイキーな写真を撮ろうキャノンだなとか、そういったことがねできてきますから、是非こうなってくるとまた写真を取り組む上でもね楽しくなってきますので、是非ともね参考にしていただけたらと思っております。それでは今日もね健やかにお過ごしください。西田あたるでした。どうも。